どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。またアメリカのマルちゃんテイストオブエイジアの紹介をしたいと思います。こちらも何回か食べています。それはこちらです。マルちゃんテイストオブエイジアスパイシー味噌ラーメンの紹介です。味噌チキンフレーバーって書いてあります。味噌とチキンの味が入っているんですね。でレンジでも作れます。こちらもねハリケーンマッシュの時に非常食で食べてました。こちらの値段も78セントです。日本円で98円ぐらいです。デザインも結構いいですね。緑ではなくてオレンジです。味噌って言ったらやっぱりオレンジのイメージですね。オレンジか茶色のイメージですね。それではこれとお湯を入れていきたいと思います。はい、お湯を入れてきました。3分経ったので開けたいと思います。はい、中身はこういう感じです。やばい、こう切る。豚骨と同じで唐辛子とトウモロコシが入っています。で、こういう小さいチキンが入っています。スパイシー味噌ラーメンいただきます。確かに辛いですね。ピリ辛の上の方ですね。少し上の方です。激辛とかそういう感じではないですね。真ん中の方です。こちらもね、完全な味噌ラーメンではないですけど美味しいです。味噌ラーメンにまあまあ近いですね。豚骨ラーメンはすんごい近くに来たんですよね、味が。でもこちらはね、そのちょっと下ですね。僕が知っている味噌ラーメンの味ではないですね。この辛さがね、いいです。それではスープを飲みたいと思います。あったまりますね。点数は90点ですね。麺とスープも全て美味しいですけど、もうちょっと味噌をね、足してほしかったです。味噌は少し足りなかったですけど、美味しいです。マルちゃんテイストオブエイジアスパイシー味噌ラーメンの紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。